どうも、大悟です。というわけで、今回はですね、学校や職場で、ホニャララをやめるだけで、まあ、成績とか営業成績とか、そういったものがアップしますよって研究をご紹介したいと思います。まあ、やっぱり僕らって、成績上げようとか、あとは、会社の業績上げようと思った時って、何をやるべきかってことに対して注目しますよね。例えば、記憶術やったらいいんじゃないのとか、速読やったらいいんじゃないの、集中力上げたらいいんじゃないのっていろいろ考えるんですが、実はその前にやめるだけで簡単に、成績、スコアを上げるための方法があります。これをご紹介したいと思います。こちらですね、テキサス大学などの研究チームが行った件、ものなんですけれども、これで判明したのがですね、なんとスマホです。スマホを学校または職場で使うことを禁止するだけで、子供あるいはまあ、ね、社員さんとかそういった成績が上がりますよってことを示唆する、そんな研究だったんですね。はい、こちらですね、イギリスの4つの都市、バーミンガムとロンドンとレスター、マンチェスター、この4つの学校で行われた研究ですね。で、2001年から、学生さんたちがどれぐらいスマホとか携帯を使ってるのかってことをチェックして、で、生徒たちの、まあ、いわゆるこう性別とか家庭の貧しさのレベル、貧富の差とか、教育がどういう風になってるのかとか、学習レベルとかそういったものを調べて、スマホがその学生とかの成績にどんな影響を与えてるのかってことを調べたって、そんな研究なんですね。はい。で、このイギリスの学校って結構面白くて、日本よりもイギリスの学校って厳しいんですよ。だから、例えばその学校でスマホ禁止ってなったら、日本の学校とは違ってもう完全に禁止になるみたいな、完全なコントロール権を持ってるっていうのがイギリスの学校で、で、しかもこれね、データとか見てみると、2001年の時点では、携帯の使用を禁止してる学校ってイギリスにはなかったんですけど、2007年になると半分の学校、50% の学校が禁止して、2012年には 98% の学校が学校内でのスマホの使用を禁止にしていたんですよね。で、これを、まあ、学生のデータとですね、比べてあげると、まあ、そのスマホがね、成績に与える影響が分かんじゃないかというですね、そういった研究なんですね。で、結果何が分かったかっていうと、スマホを使ってもいい人と使っちゃいけない人っていうのがですね、判明したんですよ。結論から言うと、成績が悪い学生はスマホを禁止すると成績が上がりますよっていう研究が出た、そうなんですね。実際にこの研究ではスマホとか携帯を禁止した学校では16歳の時点での学校のテストの成績がだいたい偏差値で 6.4% ぐらい上昇しました。はい。で、中でもですね、特に効果が高かったのは家庭が貧しい学生、あとは、学校の成績が悪い学生ほど、このスマホを禁止した時の効果が大きくて、いわゆるこう平均的な、要するにその家庭の収入が平均的、あるいは成績が平均的な学生よりも、2倍も成績上昇メリットがあったってことがですね、分かってるんですよ。で、もともと成績がいい学生の場合は、スマホを禁止してもあんまり変わりがなかったっていうところなんですよね。だからこれ、すごい面白い研究で、要するに家庭が貧しいとか、もともと勉強ができない人っていうのは、集中力のコントロールが多分苦手なんですよ。まあ、そういう先行研究は出てるんで。だからそういう状態の時に自分をコントロールする力がない人がスマホを使ってしまうと、それに振り回されちゃう可能性があるんですね。だからその成績によって、まあ、スマホを使ってもいい、使っちゃいけないっていうのを分けるとか、そういうのは意外と悪くない考え方かもしれませんね。だから自己コントロール能力が高い子の場合は関係ないんだけど、でも、そうじゃない人ってのはやっぱり多いですから、スマホの禁止っていうのは全体的に見た時の成績アップにつながりますよね、と、そういうお話でした。はい。もうおそらく会社でも同じようなことが言えるんじゃないかなというふうに思います。で、これ元から成績がいい学生に効果ない理由としてはですね、大体こういうセルフコントロール能力、何かを我慢したり集中したりする研究で必ず出てくる例なんですけど、もともと忍耐力があったりとか自分をコントロールするのが上手い人がこういうことやってもあまり効果ないんですよ。要するにもともと自己コントロール能力が高いわけだから、スマホを禁止しようがしまいが、使っちゃいけないときは自分で使わないような選択ができるんで、あんまり関係ないんですよね。だから成績はいいこと思って、まあ、初めからこう自分の集中力をコントロールするのが上手いんで、まあ、スマホがあろうがなかろうが関係ないんじゃないかというですね、そういうことを研究者は言ってるそうなんですね。まあ、とはいえなかなかね、スマホ、触っちゃうって人いると思うんで、そういう人にですね、おすすめなのは、まあ、学校とか、あとは職場とかにですね、タイムロッキングコンテナっていう箱を置くことをおすすめします。今日の概要欄、あとコメント欄の方に入れておきますけど、これね、タイマー付きのね、なんかこういう、ロックボックスみたいなやつで、まあ、ちっこい金庫みたいなやつです。プラスチックの。なんか透けて見えるんですけど、そこにスマホを入れてタイマーを設定すると、そのタイマーが、鳴るまで、つまりタイマーの時間がゼロになるまでは、どう頑張ってもその箱開けれないんですよ。だから1時間集中しようと思ったら、スマホをそのタイムロッキングコンテナに入れちゃって、蓋をして、60分のタイマーに入れたら、タイマーが終わるまで開かないので、まあ、そういう使い方もできる、そんなですね、箱を概要欄の方に入れてあります。よかったらチェックしてみてください。まあ、とはいえでもやっぱりね、まあ、スマホをね、やっぱ勉強で使うっていう人もいるし、まあ、いちいちその箱に入れるのめんどくさいっていう人もいると思うんですが、そういう場合は、いわゆる自己コントロール
ロール能力、いわゆる意志力っていうですね、言われている力がありまして、ウィルパワーとも英語では言うんですが、このウィルパワーを鍛えちゃえば、僕らって別にその勉強してる間にスマホが触りたくなっちゃったりとか余計なことしたくなるってのでコントロールできますので、その意志力をですね増やすための方法が今日の概要欄、または動画のコメント欄の方から無料で D ラボの動画なんですが見れるようにしてあります。ぜひ概要欄の方から減らない意志力という動画チェックしてみてください。まあ、自分の意志力の余力をね、意志の力をですねコントロールするための方法をいろいろ解説しています。よかったら見てみてください。いつものように概要欄とコメント欄の方からですね、僕のオーディオブックが一人一冊無料で聞けるですねキャンペーンのリンク入ってますんで、ぜひ無料で、もう普通だと3000ぐらいしますから、こちらも合わせてチェックしてみてください。それでは、続きの動画は概要欄またはコメント欄の方から減らない意志力チェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。